どうも、こんばんは、NM です。今回は東京グルリインボークゴールデンウィークということでスペシャルガシャの方が来てます。リゼですね、SSR のリゼが来ました。まあね、この、まあ、イラストではないこのキャラの絵なんですけど、まあ、なんか変だとかリゼさんの顔わらわらわらみたいな感じで、言われてるみたいですけど、俺は別に嫌いじゃないですね。ということで、単発10回引いていきたいと思います。前回歌は弾いてるし、そんな都合よくはいかないかな。でも結構自分のガシャ率に関しては、いいような気がする。だいぶね。はい、SR。まあ、SR ももうほぼほぼ揃ってるかな、今の。SR の追加とかないですよね。あってもいいと思うんだけど、追加する意味ないか。そんな使われないしな。リゼ。レアのリゼ。今普通にポッポッポってスキップしてるけど、しなきゃよかったな。今ね、熱があるんですよ。ゴールデンウィークなのに熱があるっていう、やばいっすね。37度8分ぐらい。マジで頭痛い。ゲームしたら熱上がるとかいうあれなんなの。よく言われるんですけど、まあ、寝てた方がなんか熱は下がりやすいのはまあわかる。体力の回復としてね。ゲームすれば熱が上がるってどういうことなんですかね。別によくね。寝れねえんだもん。って小さい頃は思ってました。今は知らん。今は寝た方がいいと普通に俺も思う。寝れないけどね。横になってた方が、横になってゲームしてたら一番いいんじゃないか。やべえ、来ねえ。SSR 来てもいいんですよ、1枚ぐらいね。あと5回かな、折り返し。まあ、今回のリズさん結構強いみたいですね。ああ来ないな。スキップあやと。あと4回。いやー、教習もやりたいんだけどな。いかんせん時間がないからできない。うおー、これは SSR だぞ。頼む、リゼさんにしてくれ。せっかくピックアップなんだし、リゼさんでよくね。かぶりはやだな。あー、鋳造か。2枚目鋳造。あー、引いてしまった。かわいい。まあ、いいや、いいや、いいや。重ねるわ。まあ、まだ3回あるしね、いけるんじゃないの。知らんけど。でも10連で1枚 SSR ってだいぶいい方だよね。 SR。 アキラ。さあ、あと2回。リゼの誕生日っていつだったっけな。まずリゼの誕生日ってあったっけ。グルカルとかでなかったような気がするんだけど。ラストなかったような気がする。うおー、 SSR だ。頼む、次こそはリゼさんを引き当ててほしい。10連で SSR に参ってだいぶ良くないか。最近引き運が来てるんですよね。 FGO では全く引けなかったんですけど。あー、お前かーい。ということでね、 SSR 一応2枚出たんですけど、リゼさんは出なかったということで非常に残念ですね。まあまあいいでしょう、確率的にはね。ということでお疲れ様でした。また次回実況動画でお会いしましょう。